父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に、皆さん、御言葉の祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして、兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。すべての人の救いを望まれる神よ、司教聖ボニファチオは福音を述べ伝え、キリストのために命を捧げて信仰の証となりました。私たちが聖人の祈りに支えられて、信仰を固く保ち、行いに表すことができますように。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、猶予とこしえに生き納められる恩子、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。ティモテへの手紙2。キリストイエスによって与えられる命の約束を述べ伝えるために、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから、愛する子ティモテへ、父である神と私たちの主キリストイエスからの恵み、憐れみ、そして平和があるように。私は昼も夜も祈りの中で絶えずあなたを思い起こし、先祖に倣い清い良心を持って仕えている神に感謝しています。そういうわけで、私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。だから私たちの主を証しすることも、私が主の囚人であることも恥じてはなりません。むしろ神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは、永遠の昔にキリストイエスにおいて私たちのために与えられ、今や私たちの救い主、キリストイエスの出現によって明らかにされたものです。キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を表してくださいました。この福音のために、私は宣教者、使徒、教師に任命されました。そのために私はこのように苦しみを受けているのですが、それを恥じていません。というのは、私は自分が信頼している方を知っており、私に委ねられているものを、その方がかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。
神の御言葉、神に感謝。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。神よ、私は目を上げてあなたを仰ぐ。あなたの住まいは天にある。主人の手に身を注ぐしもべのように、その憐れみを私たちは待つ。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今もいつも悠々に。アーメン。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。ハレルヤ、ハレルヤ。私は復活であり、命である。私を信じる人は永遠に死ぬことはない。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マルコによる福音、主に栄光。その時、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところへ来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に、妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならないと。ところで7人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが、後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが、後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして7人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活すると、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないから、そんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活する時には、目取ることも嫁ぐこともなく、天使のようになるのだ。死者が復活することについては、モーセの書の芝の箇所で、神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。主の御言葉、キリストに賛美。今日はイエス様の御言葉は、神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。私たちはクリスト者として信じることは、この世にいるだけではなくて、この世去る時も永遠の命、この神様が準備してくれているというのは私たちは信じています。だから神様は、この死んだの神様ではなくて、死んでも永遠の命、
永遠の命ということは、私たちはずっと神様と共に暮らすということは、私たちは目指していきます。今日の記念日、聖ボニファチオ、司教殉教者、取り付きによって、私たちの信仰も守って、この聖人取り付きによって、私たちもこの世を去っていくとき、この聖人と共に永遠の命、天国に与えられますように、この御言葉の祭儀を深めることができますように、今日一日、聖母にファチオ取り付きによって、誰に対しても私たちの信仰の証人となるように、この祈りを捧げましょう。アメン。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、
世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエスキリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯一とこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。祈りますよ。父である神よ、あなたは殉教者のうちに十字架の神秘を表してくださいました。主の過ぎ越しに預かった私たちが、キリストに従い、すべての人の救いのために尽くすことができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、この御言葉の際に共に祈ってくださって心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の際終わります。行きますよ。主の日はのうちに、神に感謝。Thank you.
私たちを